赤色の才能を持つあなたへの手紙、フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。激しくて乱暴なのは運動と情熱の才能の目。この動画は Google 翻訳によって翻訳されています。もしあなたの知っている発音や文法と違っていたら申し訳ありません。赤色の才能が強いあなたはいつも怒っています。すぐに切れて怒鳴り散らしたり、乱暴に物に当たったり、泣きわめくとなかなか止まらないことも多いでしょう。それこそがあなたの大切な才能だからです。もっとおとなしくしなさいとか、どうして丁寧にできないのと言われるとイライラして爆発してしまいそうな衝動に襲われます。これは赤色の才能が強い人ほどそうなのです。赤色の才能は常にメラメラと燃えています。溢れ出る自分のエネルギーで一つのことに打ち込むのです。自分のことでなくても情熱や闘志を燃やします。その激しさや強さは人だけではなく世の中のありとあらゆるものに注がれます。思うようにいかなければ大声を出したり泣いて悔しがります。赤色の才能は運動や格闘や力だけではなく政治や主義主張、革命の情熱などにも使われます。人の命を救助するのも赤色の才能の社会貢献です。その才能の強さで自分さえも傷つけてしまうことがあるほどです。自傷行為や暴飲暴食はあなたの才能がうまくバランスが取れていない時に起こる依存行動です。あなたは小さい時から自分の思い通りにならないと腹を立てて癇癪を起こしました。乱暴者とかがさつなどと言われてたびたび傷ついてきました。どうして優しく丁寧にできないのかわからなかったからです。そのすべてを破壊してしまいそうな強烈なエネルギーは周りを怯えさせることもしばしばです。それはあなたが大きくなってからも同じでした。小さい頃の暴力的な自分を叱られた人ほど自己否定的で、頑張っても頑張っても報われず自分を責めて傷つけ、時には周囲にも激しい感情を撒き散らしてきました。あなたは決してくじけません。あなたは自分の決めたことをできるまでやる、頑張ることは誰にも負けないと思えるから、絶対に諦めないで自分の志を達成しようとするのです。あなたはなぜ自分がこんなに激しい性格なのか自分でもわかりませんけれど、一度始めた勝負を自分でやめるのだけは嫌なのです。だからこそ苦しくなります。もっと楽に生きられるのに、どんどん自分で自分を辛い方に追い込むのです。自己喪失になると思うように結果を出せない自分を責めたり、勝てないなら自分の命を投げ出してしまったり、人を攻撃してしまうことさえあります。けれどそんな人生を送るためにあなたはこの世に生まれてきたわけではありません。あなたの赤色の才能は情熱を燃やして自分や周囲の人を幸せにするためにあります。もしあなたが質問されても、例えばどうしてそんなに頑張るのとか、もっと楽に生きられる方法がありませんかと言われても、あなたには答えることができません。なぜならあなたは自分で決めた山には何が何でも登ろうとするから。果たしたい夢には結果がどうであろうと命を燃やして激しく打ち込むからなのです。あなたの親や先生は、このまま大人になると切れやすい暴力的な大人になるかもしれないと不安になるでしょう。けれどそんなことはありません。もしもあなたが愛されて育っているのなら、自己肯定感が高くなり、あなたの性格に自信を持ち、楽しんで自己鍛錬を重ね、自分を愛することができます。
もしあなたが自己受容ができていれば、あなたはあなた自身を、あなたの周囲を、あなたの社会を、あなたの世界を幸せにしようとする強い信念を持つことができるからです。時々は思い通りにいかないことに、あなたは自信をなくして全てを放り出したくなることもあるでしょう。でも心配しないでください。あなたの中に降りてくるイメージ、もしもみんなの誤解がなくなって心の傷が癒されれば、全ての人が情熱を持って世界平和に取り組もうとする志を持つということを形にしていきましょう。傷つけることや攻撃すること、破壊や暴力、いじめや支配、全ては経験値のなさから来る誤解と彼らが受けた心の傷であると、あなたは本能的に知っているからです。決して難しいことではありません。自己鍛錬と研鑽を積み、肉体を鍛え健康を保つ、運動や格闘技や主義主張で行動の見本を見せれば良いだけです。その激しさと情熱で世界を平和にする努力をすれば良いのです。人に言うことを聞かせる必要はありません。そしてそれはあなたがやりたいことであって、人を幸せにできることのはずなのです。人に攻撃されても悪口を言われてもカッとならず、自分のペースで行動し愛を形にすれば良いだけです。あなたはあなたのことを強く怒ったり体罰を加えた人のことを恨まないでいてください。その人たちはそんな才能に変わるなんて知らずに、あなたのためを思って一生懸命直してあげようと思っただけなのです。あるいはその人たちが自分で背負っている傷なのかもしれません。乱暴にするなという人は自分がそう言われて育ってきたのです。あなたに乱暴を振るった人は、その人もそうされて育ってきました。大丈夫ですから、自分の才能を信じて、自分で自分のやりたいことを選んで人生を作っていきましょう。私はあなたの才能の素晴らしさを知っています。そしてあなたのことをとても大切に思っています。私はあなたの才能の素晴らしさを知っています。そしてあなたのことをとても大切に思っています。またお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。イラストをおきそ、音楽はおしむ、文とナレーションはたまでお送りしました。神様と皆様に感謝します。I appreciate. じゃあまたね。バイバイ。